はい、どうも、まさらです。ご視聴ありがとうございます。今日はね、もういきなり横になんかでかいのあるっていう、感じだと思うんですけれども、今日はですね、このモルスゼロのですね、レビューをさせていただこうかなというふうに思っております。で、こちらはですね、代理店の方から提供していただいて、今日動画を作っています。こちらの製品についてはですね、幕開けの方で応援購入することができるので、気になる方はね、概要欄の方から見てみてください。このモルスゼロなんですけど、一体何かというとですね、小型の衣類乾燥機になります。そうなんですよ。これ、乾燥機なんですね。で、今やっぱり梅雨じゃないですか。で、やっぱり梅雨だとね、やっぱり雨ばっかりなんで、本当にね、服が、困るのと、僕結構ジムに行くので、その洗濯物がね、めちゃくちゃ溜まりやすいんですよ。っていう時にこちらね、紹介していただいて、うわ、何それめっちゃ気になるってことで、ちょっと今回ね、レビュー動画を作らさせていただいております。で、サイトとか見るとですね、こういう感じになってて、非常にね、まあデザイン性がいいのはわかると思うんですけど、これを見た時にね、あ、結構小さいんだな、すごい小型でめちゃくちゃいい感じって僕思ったんですよ。思ったんですけど、あのね、実際来てみたらね、結構でかかった。結構でかかった。今ね、撮影するの結構難しいっていう感じで今やってるんですけど、はい、こんな感じでね、まあそれなりに大きかったですね。もちろん乾燥機付きのね、洗濯機とかと比べたらもう全然小さいですけど、まあそれなりにサイズはあります。で、約高さがですね、53センチあって、幅がですね、41センチあって、奥行きが49センチっていうような、長さになってます。で、こちらの製品、重さは13キロで、電源を挿すだけで使用することができます。なので、まあ、比較的にいろんな場所を見つけて設置しやすいかなっていうふうには思います。乾燥の仕方がですね、真空技術を使っていて乾燥させるようなものになっているので、よりふんわり、まあ、できるような構造になっているようです。で、それから T シャツ1枚になってしまうんですけれども、それだとですね、約15分で、乾燥させることができるので、例えばね、この T シャツ着たかったみたいな、こととか、まあ、僕の場合だと、そのウェアがね、やっぱないと、そのジムに行けないので、まあ、ウェアがなかったみたいなものの時に、あのね、15分で乾燥できるので、そこは非常に便利だなというふうに思います。で、乾燥できる量なんですけど、約 1.5 キロまでやることができるので、T シャツだと確か6枚かなとかぐらいなので、まあ、そんなにたくさんはね、一気にはできないんですけど、一人暮らしとか二人暮らしの人の、服の量だったら全然ね、問題なくできるんじゃないかなというふうに思います。で、いくつかモードがあってですね、スマートモードっていうオートのモードもありますし、クイックっていう、さっき言った T シャツ1枚でもね、乾燥できるモードで、こちらはですね、時間が自分で決められるので、例えばその T シャツね、例えば2、3枚みたいなところを約まあ20分くらいでやってほしいなみたいなところになったら、そのクイックでね、その時間指定でやることもできたりします。あとはウォームっていう、まあ例えばタオルとかをね、温めておくモードみたいなものとか、リフレッシュっていう服の匂いをね、取れるようなモードがついていたりとか、シャツモードだとシワを少なめにね、やってくれるモードだったりとか、あとはシルクっていうデリケートな素材のものを乾燥させる時のモードがあったりとか、あとは除菌ができたりとか、靴とかもね、乾燥できたりとかします。で、今回僕がレビューしているのはですね、このホワイトのモデルなんですけど、別でですね、グレーのモデルも、あったりするので、色はね、そんな感じで部屋に合わせた感じで選ぶことができます。はい、というわけでね、僕の、ガチで使ってるバスタオルをですね、ちょっと持ってきました。ちょっとね、恥ずかしい感じなんですけど、で、このバスタオルなんですけど、普通の、なんでしょう、ちょっと大判のね、大きめの、今回ちょっとバスタオルを、持ってきました。で、これをちょっとね、乾燥してみて、実際どんな感じのね、仕上がりになるのかっていうのをちょっとお見せできればなと思います。はい、というわけで、ちょっと手でね、持ちながら撮影していこうかなというふうに思うんですけど、これね、正面になっていて、このドアなんですけど、よっと、よいしょ。結構ね、作りがですね、すごいしっかりしてるんですよ。めちゃくちゃしっかりしてるなって思ってるのと、まあ、ここはね、くる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 回るような構造になってます。で、上のところにですね、こんな感じで、よっと、見えるかな？はい、こんな感じですね。ボタンがついてて、ここにオンボタンがあって、押すと、こんな感じで、はい、なってますね。あ、ドア閉めてるんで、はい、ドア閉めます。こんな感じですね。で、各モードがですね、この左のところで切り替えられるような感じになってますね。さっき言った、このスマートとかクイックとかね、シャツとかシルクとか、そういったモードが各種あります。で、今回はね、このオートモードでやっていこうかなと思います。このスマートモードでやっていこうかなと思います。本当にね、これしか操作がなくて、これで入れるだけでやれるっていう感じになってます。じゃあね、早速入れていこうかなと思います。よっと。はい、こんな感じで入れて、ドアを閉めて、スタート。ぐるぐるめっちゃ回ってますね。はい、音はね、こういう感じで、掃除機よりはうるさくないですけど、それなりに音は大きいので、まあ、こうやってね、今ね、撮影しながらやってるんで、
居室でやってますけど、普段は洗濯機置き場とかねやると思うんで、そんなにね迷惑じゃないかなっていうふうには思いますね。多分ですね、夜とか朝とかにやってもそんなにね問題ないんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりはします。というわけで乾燥が終わるまで待ってみようかなと思います。はい、というわけで無事まあできましたというところで開けていこうかなと思うんですけど、よっつ、はい、めっちゃ熱々です。めちゃくちゃあったかい、すごい。はい、というわけでね、この映像じゃ伝わんないと思うんですけれども、しっかり、乾燥されていて、めちゃくちゃ今あったかい状態です。でまあね、ちょっとわかんないと思うんですけど、すごくねふんわり乾かしてくれてるので、すごくその乾かす性能としては非常に高いんじゃないかなというふうには思います。で見てもらえば分かった通りですね、非常にね操作性も簡単なので、もうほんとボタンポチって押すだけっていう感じなので、なんかね操作で迷うってことはまあほぼほぼないんじゃないかなっていう感じの、まあその操作性の簡単さっていうのはあるかなと思います。はい、途中で音のデモもしたんですけど、まあ音としてはね、まあめちゃめちゃ静かではないです。結構音は鳴るとは思うんですけど、ただ近所迷惑になるほどではないかなと思うので、まあ夜ね乾燥したりとか、まあ早朝にね乾燥したりしても問題ないんじゃないかなというふうには思います。はい、というわけでモルスゼロのですね簡単なレビューでした。まあやっぱねこの乾燥機みたいなあるといいですよね。今のね梅雨の時期だったりとか、まあ僕みたくねよくジム行って、まあ、濡れたウェアとかをねそのままにしておきたくないけれども雨になっちゃったみたいな時になると、まあ、すごくね、便利だったなというふうにこの2週間ぐらい、使っていては思いました。で購入する際のやっぱりちょっと注意ポイントとしてですね、大きさですね、大きさ、小型といえどもですね、やっぱりそれなりにスペースがやっぱり必要になります。一人暮らしの方にまあ非常におすすめなんですけど、僕の基準での使ってみての平米数なんですけど、25平米以上のなんか独立洗面台もあるような 1K の、ところだったりとか、まあ、それ以上ないとちょっと厳しいかなと思うので、まあ、二人暮らしの人はね結構広めのところに住んでるかなと思うので、まあ、これがね置ける場所は全然あるかなと思うんですけど、一人暮らしの人はちょっと25平米以上じゃないと厳しいかもしれないなっていうのは、思いました。冒頭でも話した通りですね、幕開けの方で応援購入することができるので、気になる方はね、ぜひ概要欄の方から見ていただければなと思います。個人的にはですね、結構親御さんへのプレゼントとか、そういうのもね、すごくいいんじゃないかなって思えるような製品だったなと思ってます。今日の動画が面白かったという方は、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画で、バイバーイ。